どうも不滅なるデブモーターズ内原でございます。すいません、いいですね不滅なるデブ不滅なるデブです、普段はですねモーターズという YouTube チャンネルで自動車の紹介させてもらってるんですが、はい、今回ですね有機配信さんの方に特別参加させてもらっております。というわけで登場いただきました世界の荒井、いえいえ荒井さんですよ。永遠のデブです。いや何をおっしゃいますか、ちょっとちっちゃいですけどね、はい、今日はですね、はい、あの荒井選手に、荒井選手がもう競技で使ってらっしゃいます、はい、このダブル RX をご紹介いただこうということで、ちょっとシャルを前におる次第なんですけども、はいはい、皆さんの中で言うとですね、どうしてもレースのシャルとなるともう特別な車なんじゃなかろうか結構、ね、思われますよね、はいはいはい、なんですけども実はこの車ナンバー付きだぞと。そうですね、はい、ナンバーついてますね、はい、もうバッチリ車のナンバーがついておりますと、はい、ついてますね、はいはい、なんですけどもこの車はただものではないと。でその辺をちょっとレポートさせていただきたいなというところです、はいはい、でやっぱり一番の特徴ってなると、はい、左ハンドルですかね。そうですね、左ハンドルですかね、はい、何故左ハンドルなのかちょっとご説明いただけますでしょうか、はい、あのですね、はい、実はあの私あのずっと日本で、まあ、全日本ラリーやってる時は右で乗ってたんですけど、はい、その後あの世界選手権行ってあのワールドラリーカーとかって全部左ハンドルしかないんですよね。はー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 。でもうずっと向こうで左ハンドルで乗ってて、はいはい、でやっぱり世界だと右ハンドルの国より左ハンドルの国の方が全然断然多いんですよ、はい、で運転の荒さも左ハンドルの国の方が荒いんですよね。なるほど。ってことはあの、はい、一般道でラリーやるんで追い抜きかけたりとかいろいろするんで、はい、左ハンドルじゃないと結構きつい時が多くて、あそうなんですね、でも必然的に左ハンドルに慣れて、はい、で左ハンドルに慣れたおかげというか慣れたために、はいはい、右ハンドルがあんまり器用に乗れなくなるいまだに左みたいな、そういう感じですね。なるほどなるほど。このロールバーを組むときに車を一回全部裸にするんですよね。シャーシだけにしてやるんですけど、はいはい、その時に、まあ、実はこの WRX って海外は全部 2.5 リッターなんですよ。あで、そうですね、国内は2リッターなの で、はい、その車じゃないと海外ラリーが出らんないんですよね。なるほど。なのでみんな皆さんその海外でやる人は、はい、日本車を買って、はい、左ハンドルのキットを買って左ハンドルにして世界中で使ってるんですよ。なるほどですね。でそのキットというのが、まあ、ちょっと特殊なあのキットなんですけど、それがあってそれを組むと、はい、あのこういうふうに左ハンドルにできるんですね。そういうことなんですね、はい、ただ、はい、安全装備とかその辺が一切なくなってしまうので普通の方はつけられないんですけど、はい、でこの状態でその陸軍局に持ってってあの左ハンドルの許可をもらって、なるほどなるほど。でだから1対1でこれで許可を取りに行かなきゃいけないという、それがまたそういうことなんです。面倒なんですけどね。はははということであれば、この、国産の2リッター、そして左ハンドルにするっていうのは、はいまあ、ラリーの世界ではもう世界基準になると、はい、そうですね、はいはい、なるほどですね。いや、これなかなか普通のことではないですよはい。そしてあの、まあ、車両自体もですね、めちゃくちゃすごいチューニングがされてるのかなというふうに見受けるんですけども、はいはいはい、はい、実はですね、このあのカテゴリーがのグループ N というカテゴリーで、はい、市販車ベースであの安全装備はしてもいいよというカテゴリーなんですね、このカテゴリーが。なるほどですね。まあ、あの全日本選手権 の、 その JN1 という一番上のカテゴリーがそのカテゴリーで、はい、なのでエンジンのチューンとかは基本的にしちゃいけないんですよね。してはいけないと。しちゃいけない。なるほどなるほど。で逆にあのリストリクターといってあの、はい、ターボの前に空気の制限のこういう輪っかみたいなつけて、普通ターボの大きさってこのぐらいの大きさで空気を吸うんですけど、はい、それをもっと絞って33倍まで絞って、はい、力を出なくしてるんですね、ラリーの場合って。はあんまり速すぎると危ないっていうのがあって。なるほどですね、はいはい、でこれがだから33倍のリストリクターというのをつけて、はい、だいたいエンジン出力が290から300馬力ぐらいまで落としてる。はあ、トルクは出るんで、トルクは58キロとか出るんですけど、はい、だからそういう感じでラリーはやってるんですね、今。はい、そういうことなんです。逆にちょっとじゃあデチューンのような形をして、そうですね、デチューンして、はい、でその危なくないようにして、はい、ただボディはもうその、はい、レースの車の結構激しいレギュレーションで、はい、やっぱり落ちたり跳ねたり転がったりはもう日常茶飯事のことなので、まあ、乗員保護のためにそのロールバーの点数が毎年増えるぐらいあの FIA の方で変えていくんですよね。そうなんですね、はい、いやものすごいですね。もう機械機械しいロールバーがもうインストールされてますが、はい、当然これはワンオフで作られているということですか。そうですね、実はこれ、はい、イギリスのロールゲージのメーカーのカスタムゲージのところが作ってるやつなんですけど、はあはあ、これがあの FIA って世界自動車連盟が許可をしてるロールバーなんですよ。そうなんですね。でも許可を取れてないロールバーは使っちゃいけなくて、なるほど、それがホモロゲーションって言うんですけど、はい、日本ですとあのクスコさんとか奥山さんとかっていうところが作ってて、はい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 、でこれはあのカスタムゲージってイギリスのところで、ここはだから結構スバルのワックスシムだったりフォードのワックスシムだったりそういうところがいろいろこれを使ってるんですね、でやっぱりこのロールバー軽くて、はい、良くて、で、うん、うちはこれをずっともうあのこの先々代の GDB からずっとこのタイプを使ってるんですけど、はいはい、
なるほどですね、はい、ではもう毎度毎度こちらの方にそうですね、はい、発注してと、はい、毎度毎度、はい、いうことですね、はいはい、ただちょっと一点気になりましたのが、はい、このドアの内張りのところがですね、はい、これはもうカーボン仕様になってるんでしょうか。そうですね、まあ、カーボンなんですけど、はい、これもレギュレーションで純正のを外して、はい、あのカーボンのやつに内側はみ替えていいよっていうのがあるんですよね、はい、で結局中に人が乗れないので、はい、中 の、 あの取っ手とか何もいらないのでその辺みんな外してしまって、外からしか開かないようにしてあって、はい、なるべく中のものを軽くするような、そういうことなんですね。これは上下もしないですしね。あ、なるほど、当然そうですよね、はいはい、となりますとやっぱ競技車両ということであれば、はい、もう極限まで軽量化を図ってらっしゃるんでしょうか。はい、そうですね、はい、なるほどなるほど。ちなみになんか軽量化における、はい、その、まあ、競技のルールとしてこれ以上はダメみたいなものっていうのは。そうです、その辺もね結構決まってて、この車は、はい、1396kg っていうのがホモロゲ重量というのが決まってて、それが最低重量なんですね。なるほど。で海外の場合はその 1396kg ロールバーをつけた状態で、はい、スペアタイヤ1本積んだ状態で 1396kg を下回っちゃいけないよっていうのがあるんです。なるほど、それは加減であると、はい、加減で、はい、ただ日本の場合はそれにプラス35キロ、ロールバーで35キロですよっていう規定が変なのが加わっちゃってて、はい、だから1430いくつですかね、33とか32とか、それが最低加減の重量であるんですね。なるほどなるほど。まあそこまで軽くするのって結構きついんですけど、元の重量が1190キロの車なんで、はい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 、なんですけど、まあそのぐらいを目指して作ってる感じ、ね、なるほど、はい、当然こちらの車両はそこに限りなく近い。そうですね、大体これぴったりぐらいですね。はい、そうなんですね、はい。ちなみにそのギリギリになってしまった時にどういったところで調整をされたりするんですか。はい、いやなんかね、乗せてまで重くすることはほとんどないんですけど、はい、だからあとはそうですね、まあどうしてもダメな場合はなるべく重たいものをセンターに寄せて低くするので、はあはあはあ、シートの下に重りを入れるとか、はい、そういうことはしたりはしますけど、まあ、この車の時はその加減を割ることがほとんどないので。なるほどなるほど。あまり気にはしないですけどね。そういうことなんですね。はい、はい、では車内、室内の方に参りましたが、はい、はいはい、もう素人目にはすぐ気になっちゃうのは、あれ、はい、カーナビがない。カーナビね、これ何なんでしょうかと。あの生きてるナビゲーターが乗るので大丈夫ですよね。あ、なるほどなるほど、はい、助手席に、助手席に常にあの、はい、ラリーの場合はコドライバーが乗るので、はいはい、あの常にここには人が乗ってますので、あのたまにね、そのカーナビよりはちょっと間違えたりもしますけど、なるほど、でもカーナビよりもっと細かくあのカーブを読んでくれるので、はいはい、なるほどなるほど、はい。逆にそのスイッチ類は一体どういった機能。スイッチもね、でもあんまりないんですよね、はい、まあ、簡単に説明すると、これがあのインタークーラーに出す水の量なんですよね。これひねっていくと、量がだから1分に何回みたいな、これずっと戻していくとずっと出っ放しになると。なるほどなるほど。あのその走る距離によって、20分走るよというと、今この水タンク後ろに積んであるんですけど、これが12リッターなんで、それをどうやって分配するかが大体の位置で分かるんですね、はい、だこの辺の位置だったら12リッターが20キロ持つよとか、うん、でそれでこの水の量を調整する。特にこういう今日みたいな暑い日はもうスタートする前に少し拭いといて水を多くしといて、はい、スタートしたら少し少なめにしてスタートするとはっていう感じですね。でこっちはあのアンチラグって言いまして、よくラリー車ってあのアクセル抜いた時にパパパパンってあのターボを、はい、あのターボラグがないようにする機能があるんですけど、これは舗装道路用に弱いのと土とか雪用の強いのと2種類できるように今なってます。なるほど。であとは夜走ってる時にあのランプポットって言って、あの前にフォグランプを大きくラリー車でつけると思うんですけど、はい、あれのスイッチですね、まあ、ドライビングとフォグと2つつけてます、うん、でまあこれをちょっと車輪速が壊れた時用 の、 あのちょっと予備のあれなんですけど、はい、ラウンチスタートって言いまして、ゼロ発進でバーンって出る時に4000なら4000回転でエンジンの回転が止まってブーストだけフルにかかるような、そういうスイッチなんですね。はあ、はい、なるほどなるほど、はい。でこれはまあ純正のそのままスイッチ使ってるんですけど、ここでセンターレフ の、 あのロック率を変えてやるんですね、はい、だから舗装道路の時はなるべく広げといて、ロックしないようにしてて、土の時とか雪の時はなるべくロックを強くして、そういう使い方をしてますね。でこの辺はまあ普通のそのまま残ってるので、はいはい、あれその下のはエアコンのコントローラーになる。コントローラーだけついてるんですけど、はい、スイッチは入ってエアコンのスイッチあの色はつくんですけど、エアコンもないです。あ、なるほど。エアコン自体はないですね。装備してないと、はいはい、シートがねびしょびしょになるぐらい汗かくので。そんなにですか。本当にすごい汗かきますね。いやなるほど。であとこれがサイドブレーキですね。ここにメインのサイドブレーキもあるんですけど、これはあの油圧のサイドブレーキといいまして、はい、ここで引くと普通に後ろのブレーキがパンとロックして、はい、このサイドブレーキは素早く引くようになってます。あ、なるほど。でやりやすいようにこの上にあって、で普通のサイドブレーキにギーって止まることはないんですよね。これもパッて引いて戻しちゃうだけなので、はいはい、それはもう止まるためっていうよりかはちょっと向きを変えるですね、はい、そういう、はい、そういう感じですね、用途が全く違うということですね、
ただ機構としては両方で行けるように残ってるんですね。そうですね、こっちは普通に止まるようにできてて、これは走る時用のサイドブレーキですよね、はいはい、ではちょっと最後シフトパターンにお伺いしたいんですけど、はい、これはいわゆる純正とは違うものになるんでしょうか。いや、あのパターンは純正と一緒なんですね。それはレギュレーションでも決まってて。あ、そうなんです、ね、ただ中があのドグミッションっていってクラッチ切らなくてもギアが入るタイプのやつなので、はい、ブレーキ踏むときは左足でブレーキ踏んでアクセルで煽りながらギアをどんどん落としていけるみたいな。あ、そうなんですね、はい、クラッチ踏まなくても全然使えるよ。はは、はい、運転席にクラッチ自体はもう装着されてクラッチはあるんです。あるんです。スタートはクラッチを使わなきゃいけないんです。あ、スタートはクラッチですよ。スタートからしちゃえばあとはもうクラッチいらない感じですね。なるほど。ただ街の中ではちゃんとクラッチ切って使いますけどその全開で走るときだけクラッチを使わないでやる感じですね。あ、なるほどな、はい、じゃあ高回転でも回転を合わせてパン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 。そうですね、もうすごい勢いでバン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 入るのでその辺は楽ですね。なるほど、はい、なるほど。いやー、ありがとうございます、はい。いわゆるモータースポーツというとですね、はい、やっぱりタイヤの存在っていうのがかなり大きく寄与するところがあると思うんですけども、はいはい、新井選手が消費されているのはこちらどんなタイヤになるんでしょうか。はい、これはね、あのターマック用なので、はい、アドバンの AD08B っていう、はい、このまあ、ラリ専用っていうこともないですけどスポーツ走行専用のタイヤなんですね。はははは。だから縦溝が2本しか入ってなくて、はいはい、まあ、ちょっとドライに特化したようなタイヤなんですけど、はい、タイヤサイズはこれ今245/40/18純正サイズと同じサイズなんですが、純正と同じなんですね、はい、ただはい、レギュレーション上は255まで使っていいんですよね。ああ、じゃあもうワンサイズ、あ、もう一サイズ上げてもいいんですけど、はい、まあ、今ちょっとテストして245の方がいいかなっていうので今245を使ってる感じですね。なるほどなるほど、はい、その245サイズと255サイズと、はい、ちょっとどんな差がありますか。255ですとやっぱり全体的なグリップはタグなんですけど、はい、ホイールがどっち 8.5J っていうその純正と同じサイズしか使えないんですね。あ、そうすると255使ってもここにワイドサイドがギューって入っちゃうので、はい、設置面はちょっと広がるんですけど、はい、結構ピーキーに動く系統があって、ね、やっぱりラリーでどうしても一般道メインなので、はい、そのなるべく乗りやすく車をしていかないと逆に走れなくなったりする時が多いので、はいはい、で今245を使ってます。だからラリーによって255を使ったり245を使ったりみたいなことがあります。ちなみにこちらね、ご覧になっていただいている方は多分、はい、ピンと来てないと思うんですがはい、この溝1本2本っていうのはです、あるかないかだけで、はい、車検に対応するかどうかっていう、そうですね、大きな、ね、はい、違いだってことをね、はい、1個解説させてもらいます。はい、はい、ラリーの場合は一般道を使うので、はい、雪の中とか土の上とか、はい、舗装道路、その3つがあるんですね。はい、で半分がだいたい土の上も走ったりもするので、うん、その時はグラベルのセッティングになるのでもっと車高はちょっと上がって、はい、でタイヤも15インチでもっと狭いタイヤになるんです。あ、なるほどですね。だからその時はもうブレーキもちっちゃくなりますし、タイヤも細くなりますし、はい、サスペンションも柔らかくなってもうちょっと車高が上がって、はいはい、土の上と雪の上はほとんど同じようなセッティングで走るんですけど、あ、はい、なるほどなるほど。新井選手がその参戦している競技においては、はい、両方あるんですか。そうですね、今年だと全日本選手権10戦あって1戦雪で、はい、3戦土の上で、はい、あと6戦が舗装道路みたいな。なるほど。それ年によってこうに多少グラベルが多くなったりターマックが多くなったりってこういうふうに動くんですけど。あ、そうなんですね。はい、ではそのまあ一戦一戦で設定を変えて臨まれてると、はい、そうですね。そういうことですね。グラベル用はグラベル用であって、はい、やっぱりグラベルって土の上走るので下にアンダーガードつけたりとかいろいろしないとダメなんですよね。はい、だから土が飛んだりとかするカバーをいろいろこれ下腹回り全部つけてるぐらい。つけてる。なるほど。だけど舗装道の場合はそれがいらないの で、 そうです、ね、ほとんど全部取って逆に軽くして、はい、という方なセッティングですよね。はい、あ、なるほどですね。はい、いや、新井選手、はい、ありがとうございました。いいえ、ありがとうございました。改めてですね、モーターズ内原がこんな風になってるとは知らなかったもんで、はい、脱帽でございます。いいえ、ありがとうございます。はい、では最後にですね、はい、今後の競技の参戦の、はい、ご予定とかあればはい、お願いします。はい、やっとですね前半戦のターマックのラリーが終わりまして、はい、ここからちょっと中盤戦の今度グラベルが3戦続くんですね。なるほど。でやっぱり今年はちょっとヤリスが出てきて、うん、やっぱり早くて、そうですね、あとスコダという R5 車両というまあ、レーシングカーなんですけど、はい、それが出られるように今年からなったんですね。はい、でもうずっとそれに負けてるのでなんとかグラベルは勝ってね、はい、WRX の良さを、はい、皆さんに知らしめたいなと思ってるんで、はい、なるほどですね。はい、改めてですねこちらの1台は、ベース車両としては市販車です。はい、なのでですねもしご自身も WRXVAB に乗ってらっしゃるという方はですね自信持って新井選手と一緒だというふうに自慢してください。はい、さあ遊戯阪神ルーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。